瀬戸染付工芸館は、愛知県瀬戸市にある陶磁器に関する施設。瀬戸市マルチメディア伝承工芸館瀬戸染付、研修所マイナスとして2000年4月15日に設立され、2014年4月に現在の名称に改名した。瀬戸焼の伝統技法、瀬戸染付をテーマにした施設で、当地にあった、製陶所の跡地にある。瀬戸染付の技術を保存。 継承することを主要な目的としており、瀬戸染付研修所では、染付技術の研修が行われている。また、研修生らの作品の展示や、瀬戸染付に関する資料、名品の展示のほか、染付の体験教室や染付に関する講義なども実施されている。正当書があった、明治時代中頃に建築された木造2階建ての建物で、 事務所と研修生の作品の展示施設を兼ねる。工芸館として再生されるにあたって仕上げられた板壁と土壁を組み合わせた外観が特徴で、2000年には第八回愛知町並建築賞にも選出された。江戸時代からあった染付用や古東園地区大鳥用の採掘場を模して復元したもの。1階には瀬戸染付研修所が置かれ。 研修生による露ろ露ろや絵付け作業の様子は一般にも公開されている。2階の染付焼き情報展示室は、染付に関する資料や映像などが見られるほか、染付名品の展示施設となっており、年に4回の企画展も催される。雇用のぼり釜の一種である雇用を展示している。もともとは現在地より南に位置する。 京塚山の古東園地区大鳥用にあったものを1947年に当地に移築し1964年まで使用された。移築に際して五連坊だったものを三連坊に縮小している。瀬戸市内に唯一残る雇用として1997年に瀬戸市指定文化財に指定されており、2007年度には経済産業省による近代化産業遺産にも指定された。 ありがとうございます。